こんにちは、レンタバー貴族のマスターです。今日はね、こちらフロー TI、これね、オーディスコレクション&デザインっていうね、カナダのね、モッタさんの作品なんで、アトマなんですけど、これね、どういうアトマかというとですね、このビレットボックス、最近よく使ってるんですけれども、これこういう構造なんですね。でこの中にタンクがポロッと入ってて、ボロタンクっていうんですけれども、このタンクの中に入れるアトマイザーっていう感じですね。今日はこれを紹介していきます。はい、箱フロー TI、 この TI っていうのはね、あのチタンの TI ですね。箱を開けますと、あれこんな風に入っております。本体とチムニーとドリップチップ、それからオーリングと、六角レンチですね。六角レンチね、これね、実はインチ規格の六角ネジなんですよ。なんでミリしか持ってない人は注意してくださいっていうか、ついてるやつを使えば全然いいんですけれども、手持ちのね六角使うときは注意しましょうと。でこれチムニーなんですけどね、2種類あって、こっちが MTL でこっちが DL っていうんですけど、なんかそんなにね吸った感じ変わんないかな。あ、こっちはね、チャンバーがついてるんですけど、こうか。こうですね。で、デッキなんですけど、ポールレスタイプです。ここにコイルの足を突っ込んで、芋ネジで止めると。で、これが AFC、エアフローコントロールなんですけれども、わかりますかね。外した方がいいかな。こういう風になってる。で、このネジで、ネジというかね、ネジでいっか。こう、エアフローを調節できる。これね、タンク内にこう入るじゃないですか。入るんですけれども、下の隙間からね、アトマをセットした状態で AFC が動くというね。ただね、全体の精度としてはそんなにいい感じではないですね。あ、そうそう。エアフローここにあるじゃないですか。でコイルをここに置きたくなるんですけれども、そうするとですね、コットンから伝って漏れてしまうんです。だからコイルがこう真ん中あたりに置くとコットンの取り回しはいいんですけれども、なんかエアが全然コイルに当たらんやんけって思うじゃないですか。でこのチャンバーの裏にですね、こう天井がついてるんですね。こういう感じで、このほら切り欠きがある、こことこっちにデコがある。デコとボコを合わせてこう入れるとですね、エアフローが下から行って天井に当たってこっちに行ってこう行くっていう、そういう設計思想ですね。ただね、一回ね壁に当てるっていうのはね、あんまり今まで出てきたんだけどね、いいものなかったんですよね。で、まあ率直に言って、これもですね、っていう感じでしたね、味的にはね。こうすると、ニコちゃんマークですね。これかわいいの。はい、そんなところかな。ドリップチップも結構ね、口が広いんで、どっちかっていうとね、これ、少し炊いた方が美味しいよっていうアトマなんじゃないかなと思います。組んでいきましょう。はい、コイルなんですけど、26ゲージで3ミリ軸4巻きにしてみました。で、足をね、ちょこっとこういう感じで曲げてあります。でですね、この足の長さなんですけど、これ感覚的になっちゃうんですが、だいたいね、コイルと同じぐらいの、コイルの直径っていうんですかね。同じぐらいでこう切ってやると、気持ち長め。いいんじゃないかなと思います。で、この穴に入れるんですけれども、これがね、またやりにくいんですよ。まあ、軽く止めてですね。とりあえず両足を穴に突っ込んじゃいましょうみたいな。で、全然あさっての方向を向くので、
で調整してやればいいかなと。ちょっと高いかな、いくらなんでもね。高いね。少し切りましょう。で、こういうふうに足を入れてやって締める。このね、芋ネギもね、あんまり気持ちよくないんですよね。まあ、こんな感じですね。若干気持ちだけエアホールの方に、まあ、寄せてもいいかなとは思いますけれども、寄せすぎるとね、さっき言ったみたいにこう漏れてしまうので気をつけてください。はい、抵抗値がちょっと見えにくい 0.53 オーム、そんなところかな。もうちょっと高くてもいいかなと思う。あ、でもそんなもんか。こうやって焼きを入れまして、こんな感じでいいですかね。ね。じゃあコットンを入れます。コットンはね、みんな大好き。忍者ワークスのコットンを使っております。まあ普通に入れたらいいと思いますよ。で、こいつを、このね、方向をしっかり意識して、天井がある方がエアホールの上に来るようにね。こんな感じで、ね、長さはね、もうこのまんまちょっと出たところでピッと切ってやれば OK です。こんな感じね。ちょっと開いてやればなおよしと。タンクにね、組み込むのがね、これまためんどくさいんすよ。チムニーどっち使おうか。広い方使おうか。これね、そうそうそう。こっちのね、チムニー結構使えないっていう不具合がある人が多いらしいんですけど、私は全然使えましたね。こっちが OK の。じゃあ、ちっちゃい方使おうか。使えるよっていうのをね。もうなんか、不良品はサイズが全然違うみたいな感じで、入んね。まあ、こんな感じ。でこれがね、こうか、下を先に入れて、ね、こうなんですよ。でチムニーをはめて、これ組む時いいけどね、抜く時はもっとめんどくさいからね。でこのオーディスのマークがあるんですけど、こっちですね、エアホールが来る方を前にしましょう。グッとこう入れます。よっこらせっと。入ってるこれ。この辺のね、ちょっとサイズ感もね、うーんっていう感じなんですよね。で、AFC をはめていくんですけど、これがね、またね、はめにくいんですよ。よいしょ。こんなところでいい？これはまってないような気がすんな。よいしょ。これぐらいか。ね。これバラすときはこれ逆で AFC リング外して、中でチムニーを引っ張って、で、こう、本体を出すみたいな感じでね。もうこの辺もすっごいめんどくさい。はっきり言って。で、まあタンクじゃない、ガラスこう入れますよね。でこれでセットされると、まあ、この上にねこいつをこう締めていくんですけれども、
この時にね、このね正面に来て入れとくとね、なんか共回りして、ね、中で回っちゃうことあるんだよな。結構なんか残念なポイントが多いフローちゃんです。今回はちゃんと戻ってくれたね。でここの AFC あるじゃないですか、ちょっと見えづらいですけども、こいつをですね、要はタンクを設置したままこれを回すことによって AFC が調整できるというね、まあうんすごいね。でリキッドを入れて吸っていきましょうと。こんな感じです。とね、味はまあ普通ですね。うん、なんかいろいろ工夫してる割には普通っていう感じですね。で率直に言ってるのは、私はこれはね使わないと思うな。まあ理由は2つあって、1つはもうビルドするのがものすごいめんどくさい。めんどくさい、あのバラスのとこバラすところから始めてね、ポールレスの後、まポールレスタイプで、まあちょっとめんどくさいっていうのと、もう一つね、精度がやっぱりそんなに良くないんで、こうなんだろうな、うわこの後まいいなみたいな、こうハートに来るものがねちょっとないんですよ。なんでね残念ですけれども、これはもうこのままお蔵入りかなっていう気がしますね。すげえ期待してたんですけれども。正直ちょっと残念な結果になったっていう感じですね。ただあの私普段使ってるのはこっちの、エグゾセっていうヘルファイアのやつなんですけれども、これすごい絞って使ってるんですね。あのケイファンの MTL キットっていうすごいドローが重くなるやつで口吸いで吸ってるんですけれども、BB はそういう風にして吸いたいっていうか吸ってるんですよ。なんでこれで例えば少しこう爆炎寄りの、フルーツメンソールとかスカッとしたやつをドバーッと吸いたいっていうであれば、こっちのエグゾセよりもね、エグゾセよりもフローの方が向いてるかなっていう気はします。ただ私の使い方とはかなりね違うんで、使わないかな。でね、オーディスのね、同じリストで買ったんですけれども、このね、同じオーディスからね、オーバーティー V2 っていうのが届いてるんです。これね、あの次回の、紹介動画であげますんで、こっちはね、すげえ、こっちはね、もう本当に美味しかったんで、これも楽しみにしておいてください。ではまた。